ないで。ただいま。今日は疲れちゃったよ。得意さん周りでさ。どうしたの？疲れが出たんじゃないの？早く寝た方がいいよ。そうね。おやすみ。あ、今日疲れてるから、あなた別の部屋で寝てね。じゃあ。え？ああ。分かった。どこに行ったのかしら。どうしてこんなところで。
ただいま。ユミ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 どうしたの？ユミ。ユミ。お父さんが。いない。ユミいない。ママ。いない。もうやだ。ごめんね。ごめんね。素敵だったなあの人。ああいうタイプが私には必要なのよ。ただいま。お帰り。おいおい、上着をもう少し大切に扱えよ。ご飯は？え、食べてこなかったの？食べてこないよ。外食なんてお金の無駄遣いじゃないか。じゃあ今作るね。ラーメンでいいよね。ああ、ネギ多めで。それから明日の日曜はお得意様の接待さ。またなの？いつもいつも接待ゴルフの音ばっかりね。第一、あなたゴルフなんてできないじゃない。ゴルフは部長代わりになるんだ。僕はお得意様の接待さ。召使いってことね。バカじゃないの？お前にはわからないさ。でもいつか僕は出世して上に立ってやるんだ。いつかって気が遠くなるわ。なんでこんな人と結婚したの？で何話すんですか？カップ麺でも作るんですか？とにかく1分でも無理なんです。じゃお姉さん。しつこいわね。警察呼びますよ。バカじゃないの？何がお姉さん？でもナンパなんてされたの初めてかも。まあ、いった。すごいんだけど。まず鏡で顔見たことあんの？風邪ひいた論文の淳みたいな顔してる。バカじゃないの？100万年早いでしょ。ナンパされた。ナンパ？うん、気をつけてよね。
大丈夫だよ。私がそいつに100万年早いって言ったら、そいつポカーンと口開けて立ってた。ママの笑顔見るの久しぶりだね。そうだね、ママもお礼言わないとね。そうだね、やっぱりママは笑顔が一番だよ。ありがとね。ママ痛い。ごめんごめん。もう抱きしめる相手が違うでしょ。そうだった。美咲、お前の誕生日俺バタバタしてて何も書いてなかったからさ、これで好きなもん買えよ。こんなお金いらない。いいから取っとけ。あ、そうか、お前の制服にタバコの匂いがつくとお袋が怒るからな。じゃあな。お兄ちゃん、お金よりもたまには家に帰ってきてよ。出世したらな。これしかないかな。ただいま。え、あきこ。え、どうして。